2019年9月30日、南伊豆に来ています。実は、東海水族館、堂ヶ島の加山雄三記念館に加山雄三さん、自分の光進丸を近くの漁港に止めておいたところ、火災で船が丸焼けになって、ずいぶん、どうしてるんでしょうね。で、南伊豆、まあ、伊豆の最南端、左手に、伊豆崎が海岸に来ています。なぜ海に来たのか、話せば長いんですが、まあ、海が見たかったからですね。まあ、我々普段都会に住んでいて、海と接する機会がないわけですが、まあ、よく考えてみますと、まあ、人間は海と進化して上陸して、両生類、爬虫類、哺乳類が進化をしてきたわけですね。どうも我々人間はそのことを普段忘れているような気がしてたまらないからです。で、特に2009年東日本大震災以来ですね、何か海っていうのは危険な存在、津波が来るかもしれないということで、まあ、あまり近づかなかったようにならないわけです。まあ、僕自身も、海に近い町に住んでいますので、まあ、地震が来て津波が来たらどうしようと考えているんですね。まあ、そこで釣りにも行かず、まあ、海水浴にも行かず何年か経ってしまいました。まあ、でも記憶っていうのは面白いものです。年数が経ってしまうとですね、あの地震や津波のことも忘れて恋しくなっているというのもまた現実ではないでしょうか。まあ、それが本来のありようだと思うんですよね。やっぱり海に来て心はストレスを解消して、あと頑張る、そういう、まあ、気楽な気持ちでやってきました。この、ホテルがあるんですが、昨日は楽しい夜を過ごしました。太陽が右手ですね、左手には、伊豆崎、伊豆半島の最南端になりますが、伊豆崎があります。灯台が一般開放されて、観光案内をやるわけではないんですが、伊豆崎には、観光施設も整備されたようです。まあ、こうして、まあ、人々が海へ、ね、帰ってくる、施設に願ってます。海岸線というのは人間が生きていくために何かを考える必要な場所だということを強く強調する人もいます。ね、僕もその人で、それが何なのかは、まあ、それは、人それぞれですね。僕には僕の考えがある。まあ、加山雄三さんは加山雄三さんなりの夢や考えがあったと思いますが、兵器をもらってこれからまた一生懸命頑張ろうと思っています。で、つまらない話